競技日程も始まったばっかりですけど、銅メダルっていう形で取ることができて、さらに続く方たちは初の銀メダル、初の金メダルがあるはずなので、そこを目指してみんな頑張ってほしいなと思います。ベストを尽くして頑張ってください。